今日は新天宮駅周辺を散策しようと思います。ではここからスタート。おしゃれな店があって、お服屋さんかな、お花屋さんにも見えますけど、お服も花も揃って、アクセサリーなどもあるセレクトショップです。新天宮駅の3番出口から出て、まっすぐ行くと新天宮駅にたどり着けます。コロナ対策をきちんとしてから神様に会おうね。いつでも本心を忘れず、いつでも善を行う。神様への敬意として敷居を踏まないように気をつけましょう。コロナ対策として黄色い点のところに立って安全距離を持ってからバイバイしようぜ。新天宮から出てすぐ隣の地下街に占いの横町。最初はちょっと怪しい雰囲気ですが、もうちょっと奥に歩くと全然平気です。日本の有名人も結構来ていましたね。そして日本語を通じる店舗がほとんどです。街角に超有名の台湾式大福の店があります。お手から大福がポロポロと生まれたよ。新天宮駅から南方向へと大きな映画館があります。台湾は住宅とオフィスが混ぜているシーンです。もうちょっと前に行くとロンタンという超高級マンションがあります。こちらのお部屋は設備完備で収納空間も完璧。ウォークイングクローゼットもあって内装も綺麗です。北方面へ向かうと大きな公園があります。休みの日になるとここでバイクする人が多いです。こちらの温水プールは有料ですが、入場券はただ50元。今日は食べ物を買わなかったですので、周辺風景でおしまいましょう。ではまた今度会いましょうね。